え、ここってあのエリアのボスだったの？ええー、ダジャレ要素ないやん、名前。何ちょっとダジャレ諦めとん。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。あ、これさ、ちょっと待って、満タンにしとこう。体力絶対やばいやろ。満タン。ほい、オッケー。よし。ん？ B だけでも進むんか。お、見えてきた。あ、イッタプル。ここまで来たらもうつい最近って感じやね。待つのである。こっから先へは行かせはせぬ。このイッタブル、ガルビルス様のお力でブレイクワールドに舞い戻ったのである。ガルビルス様にあだなすモンスターマスター、その命イッタブルがもらい受ける。イッタブられないよ、私。よし。でもね、イッタブルはさ、もともともなんかそんなに強い感じせんかったんやけど。でもまあ弱くなってはね、きっとボスたちは徐々に強くなってるはずだから、強かったのかな 強かったのかな。なんかね、急激に現れてさらっと倒したイメージだったんだけど。まあまあまあ、あれか、ダークマスターの印象が強かったのかな、この時は。なんかね、悪の親玉みたいな感じでスッと現れたげんね。ファイルハンマー。お、竜王だけダメージを受けていない。あ、もうあれだね、スラインベホマズンのマジックポイントちょっと回復した方がいいね。道具、じゃあちょっととりあえず魔法の聖水を。はい、そんなに回復しないかもしんないけど、とりあえずね。本当に30ぐらいしか回復してないね。魔力の暴走。敵の技の名前かっこいいな、ファイルハンマー。かっこいいんかな、わからんけど。タメトラ。イッタブルはなんかもう体半分、顔半分よくわからん感じになっとるよね。なんか目もさ、まあ、一応あの赤い部分目なんだろうけど。てかあの腕はどうなってんの？武器みたいになってんの？あれかな、この辺のボスのモンスターもみんなあのブレイクモンスター、ブレイク化されとるってことやろ？その前は普通にいいモンスターやったんかな？でもその辺うろちょろしよるモンスターも襲ってくるよね。それは、あれか、モンスターマスターじゃねえわ。ダークマスターとか、まあ、この辺のイッタブルとか、ボーショックとか、そこそこを支配しよる、ボスの命令で、まあこう攻撃をしてきよるみたいな感じ。その辺の設定がちょっとよくわからない。元は人間とモンスターは仲良く暮らしていたの？だって一応ね、その辺で戦ったモンスターだって仲間にできるわけじゃないですか。誰って感じ。意見、本当はね、人間と仲良くしたいはずなんだ。それをきっとブレイクモンスターたちに支配されてるんだね。てかあの牢屋で一緒になったあの人が、人じゃないけど、牢屋で一緒になったあのモンスターがさ、ブレイクモンスターになった瞬間がちょっと衝撃的やったけんね。元に戻ってほしいけど、あれはもう一生戻らないの？それとも何かしら呪縛的なものが解けるんやろうか、そのうち。ここのなんかラスボスみたいなのを倒したら。お、行った！ラスボスって誰？ガルビルスってやつ？やっぱり。え、これイッタブルの後は？グオー！また破れるのであるか？おのれ、おのれモンスターマスターめ。イエイ。これこそ崩れ落ちそうな感じやけど、さーって、灰に。イッタブルの後は、ん？おらんかったよね。え？おったっけな。
その次、あれじゃない？ダークマスターじゃなかった？あ、でもなんかおりそう。あ、こいつもそうなん。え、こいつもなの？ぐろろろ。見つけたぞ。ガルビリス様の邪魔をするモンスターマスターめ。何あれ、なんか顔ついとんやけど。蘇ってこのプロメテウスとデスバーンの力思い知るがいい。あ、合体しとん。何乗っとん。そういうことね。え、てかここボスだったの？え、ここってあのエリアのボスだったの？ダジャレ要素ないやん、名前。ちょっとそこを統一してくれんと。何ちょっとダジャレ諦めとん。これまでのボス全員名前ダジャレできとったやん。しかもほら、なんかなんて言うん？二つ名というか、肩書きみたいなのもあったのにさ、ここあった？記憶にないんですけど。なんかちょっとダジャレでさ、パッて思い浮かぶ名前でもないやん。プロメテウスと何？デスバーン？全然違うかもしれん。合っとるっけ？あ、てかこれ何？合体系でな。あれなんかモンスターのさ、枠2マス分使っとるけど、でもあれ、1匹のモンスターとしてよね。え、何それずるくね？まああれか。何？スライムナイト的な感じ。いやー、怯えてる。やめてよ、ビビらすの。え、てか何なの？さっきからさ、プロメテウスなんか動いてます？下の子ばっかり必死に動いてる気がするんだけど。ねえ、なんか乗ってるだけだよね。動いてないじゃん。攻撃しなよ。ベホイマ。回復技を使えるのが一匹じゃないっていうのはやっぱり強いね。まあ主な回復はやっぱりスライムベホマズンなんやけども、もうほら全部攻撃人任せ。何？あ、ちゃんと向こう攻撃した？なんか全然スライムベホマズンの方を見よった気がしたけど。おー、でもいい感じに攻撃してくれるじゃないか。ゾーマはなんかスライムベホマズンやっつけようとしたけど。まあ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 、でもそんなにダメージを受けてないし。え、でも強いはずの味方同士でも、ああいう感じのダメージなんや。なんだ、スライムベホマズンの防御が強いのか？ねえ、ゾーマも結構強いはずやのに。混乱しとるけど、やっぱり仲間やけん、手加減をしたということかな。優しい。あ、てかそんなことを言いよる間にちょっと、みんなの体力がやばいよ。あ、命令与えれないんだ。ってことはちょっと、特上薬草を、違う。特上薬草を、スライムベホマズン。ヘイ。うわ、びっくりした。こっちに攻撃来るかと思ったよ。やめてよね。でもってちょっと、混乱溶けてくれ。混乱が溶けてくれないとちょっとやばいね。ちょっとっていうかだいぶやばいね。ほら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 、ちょっと竜王が死にそうなんだ。あー、マジか。落下したってことは道具も使えない。ちょ、混乱、まだ混乱してんの？ちょ、今混乱してる場合じゃないからね。やばい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 。いやー、ちょっと待って。え、大丈夫っすか？あー、よかった、今ゼロやった。いや、そりゃね、一応ね、なんていうの、一応そりゃスタンバイモンスターもレベルは上げてるけれども、頑張って、スライムベホマズン。ちょっと、え、もう混乱してないよね、スライムベホマズン。ちょっとゾーマが混乱しっぱなしだけど、え、何混乱してんの？してないでしょ？してないんだったらちょっと攻撃してる場合じゃないよ。回復して。やばい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 。え、ちょっと待って、あと1回でやられるって、それ。わー、ギリギリ。ちょ、怖いんですけど。怖いんですけど、ちょっと特上薬草。あ、マジックポイントないんじゃん。ちょっと待って。何やってんの？もう何やってんのじゃないよ。はい。魔法の聖水。はーい、ありがとう。はーい、ありがとう。はぁ、やばい。
ゾーマを回復して自分が死んでしまった。あ、しかも混乱したでしょ今。ダメだよ。ちょ、とりあえずねマジックポイントがないけん、あ、やべえ、とりあえずちょっとマジックポイント、魔法の聖水、はい、これでちょっと自分も回復技持ってるでしょ。あとまあ混乱したとしてももう味方いないから君。あーやばい。でも相手の攻撃結構弱いんよねさっきから。あのジゴスパークってやつだけはすごい強いんやけど。そう、これ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 、あー半分、やばいやばいやばい。ちょ待ってね、ちょ待ってね、特上薬草、特上薬草、はい。てかどんだけ混乱してるの、ずっと混乱してるよね。あ、自分攻撃とか、仲間いなくなったら自分攻撃とかあるのね。やめてやめて、素手。あーでもこれあれかな、スタンバイモンスター出てきてくれた方がいいんかな。あーやべえ、ちょ、ゾーマ、ゾーマ、ゾーマのくせにずっと混乱したり怯えたりしてんだけど。あとの2匹の方が丈夫だったよ。てかこんだけ攻撃受けてんだから混乱解けろよ。やばいな、もうこれは、あ、混乱解けた、やっと、やっとっすか。いやでももう私今ちょっと諦めかけてたよ、諦めかけて。もう、あーほらほらほら、うん、スタンバイモンスターどうぞ、うん、どうぞ。ちょ待ってね、ライドするから乗る。じゃあちょっとこの辺乗っとくよ。へい、一応両方に回復は。あーどうだろう、でもスタンバイにしては頑張ってるでしょ。最初の頃はね、最初の頃はもうスタンバイは本当にスタンバイ、いや本当にスタンバイっていうか、え、本当にそれ戦いのスタンバイできてますっていう感じのメンバーばっかりやったけど、今はね、今はちょっとメインモンスターに負けず劣らずという感じでは強くなってるはずだからね。みんな頑張ってくれ、今までメインモンスターが与えてきたダメージもプラスして勝ってくれ。あー、メダパーニャ来た。あー2匹混乱したな、2匹混乱したな。ここだけ混乱してなくっても、いった、よかった、あーよかった、混乱したままだけどめっちゃ星飛んでる。さすがファイナルウェポン、最終兵器だからね。スタンバイにふさわしい名前やろ。グロロー、ガルビレス様。え、今のは、プロメテウスが喋ったのかな？デスバーン喋れんかったよね。よっしゃー。この後は？ダークマスター復活っすか？ちょ、待ってね。とりあえずちょっと、モンスター預かり所、メンバー編成で、ここ入れ替えるね。ここ入れ替えて、またちょっと満タンに、満タンにしておいて、あ、ルーラーじゃない、ルーラーじゃない。この状態でルーラーちょっと。ほい、これで、まだ飛ぶんだ。まあ、まだ飛ぶよね。いや、コアに行かんといかんねやろ。でもこの先多分もう、なになに、またなんか現れたよ。あ、これコアか。来た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 、やっと来たよ。さあどうだ、来たぞ。お、なんだ、なんかまともな見た目になってる。来たか。ガルビルス。ね、最後に見たガルビルスめっちゃ気持ち悪かったのに。僕はもはやガルビルスではない。マザーと一体化し、ブレイクワールドの神にも等しき存在となった今の名は。ガルマザード。名前変える必要なくね？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。